どうもこんにちは。かつて乗りこなせなかった機体で成し遂げたいオンドレアスです。今回は初心者の頃にモビルスーツの性能を活かせぬまま死んでいった、グフカスタムに再挑戦していきたいと思います。当てるだけで興奮するというタイトルからもう臭いですが、この頃初心者だったのでしょうがないですが、見るに耐えないプレイング、特にヒートロッドの息のしてなさがやばいですね。サービス開始から5ヶ月が経過、成長したオンドレ操縦見せつけていきましょう。モビルスーツ隊の皆さん、順次発進をお願いします。オビエロ含めオンライン始まるよ。ステージは砂漠。こちらの編成は汎用3機、強襲2機、支援1機という若干ギャンブリーな編成。カスタムパーツでスラスター強化しているのでこの圧倒的山上確保速度である。味方の汎用が追いつくまでにウリポジの山上を取らせないよう牽制。このガトリングシールドのダメージが130前後なら支援、110前後なら強襲、汎用なら80前後になるので、視界が悪くてもどこに支援がいるかあぶり出すのにも便利。グフカスタムは緊急回避がないので一撃食らえばコンボ確定。甘えを許さないミスのない立ち回りが求められるクロート機体。大振りすぎるんだよなぁ。ここで追撃と見せかけて強襲機のお仕事、支援機外出地に行きましょう。これが俺の成長したエイム力。高速軌道からの脚部直撃ヒートロッド、オンドレアス、立派になったんだね。ここで満足しては何カバー早くない？下角ぐらいさせてよー。汎用なら痛かろうなマシンガン追撃ですが、全く効かんなぁ。そんなことより逃げなくていいのかい？その逃げムーブは願ったり叶ったり、味方も怒れないねー。これはいいロッド。下角からブーケンをヒートロッドでキャンセル。ツイッター映えするチャロークコンボ。とまあこんな感じでテクニックが身についてくるとノリス様の髪型のようなシャレオフなプレイができるグッカス。緊急回避な一体特有のレーダーガンにお立ち回り。甘えた動きの機体を逃さない。バグがなくても格闘を当てるスキルも必要なグッカス。これで、終わりじゃーい。どうでしょうか？かつてのオンヤスとは動き見違えたのではないでしょうか？後ろからお邪魔す。あらあ、まあ誰かが倒せばいいんでない。多分相手は合わせてくると思うので修理いたしましょう。この辺なら撃たれないかな。さて、皆さん怒号の我慢大会ランクマッチの方はいかがだったでしょうか？私は60戦以上参戦し、グループ6位でした。全国ランキングは6戦に全然ダメじゃないか。とはいえ勝率5割以上で月間期待というボーナス期待も結構持っており、6日間しか開催されてないイベントで60戦、結構きついと思わないかい。そしてこの60戦頑張って戦った報酬がこちらである。リサイクルチケット30枚と DP1 万、知ってたけど改めてワロター。ちなみにこのリサイクルチケット30枚と DP1 万なんですが、ガンオンで言えばプレボ7枚と10万 GP、FGO なら青い石10個と50万 QP ぐらいの価値じゃないでしょうか。俺の怒りを受け取れ、ドレアス怒りのガトシバースト、効かないんだよなぁ。もう今から逃げに入っても遅いのである。とまあそんな感じでですね。このランクマッチたとえ最上位まで頑張ったとしても、エコーズのアバターや日にちが経つと消えるエンブレムにそのうち手に入るフリップヘルムなど、報酬が非常にしょぼくてですね。ユーザーはきついだけで報酬は良くない。誰も得しないイベントでしたねー。ガトシは蓄積ひるみを利用するといい感じ。こんな感じで撃たれてる方はいつよろけるかわかりませんか。撃ってる私は大体わかるので間髪入れずにオンドレアスブラッティインフェルノ。まあここはグッカスなら M 横 M からヒートロッドも受けるんで、そっち行けるならそっちのがいいですねー。下外しやす。誰かよろしくー。そんな第1回ランクマッチでしたが、開発だよりにてこのような一文が、今回のランクマッチを振り返るとグループランキングによって多くの方々にイベントに参加してもらえた一方でランキング上位の方々には非常にハードなゲームプレイを強いる内容となっておりイベントとして課題が残る結果になってしまったと認識しています。ひとえに開発側の配慮がまだまだ足りていなかったことが原因です。次回開催する際には出撃回数や時間の制限 RP の集計方法など多方面から見直しより遊びやすく回収した上で実施させていただきます。わかりやすく言うとですね、すまんかった次は頑張るわってことですね。
甘いんだなー。これが、グプカスのヒートロッドは強よろけ。バズと相打ちになっても相手の方が硬直長いので、タイマンやまっすぐ詰めてくる機体に滅法強い。まあランクマッチはいろいろあれでしたが、この運営のいいところは、すぐに悪かったところは認めてこうこうこうだったのでこうしていきたいと思いますって、ユーザーに伝えるところですねー。そっか、じゃあしょうがないなーってこっちも思うよね。加えてバトーペ自体の調整もいろいろ予定しているらしく、ロードの高速化や、味方を助けた時の追撃阻止でどやれる仕様。重要な調整としてはホストが切断しても試合が無効にならない。これめっちゃいいですね。このバトーペはこれまで回線切断した人がたまたまホストだと、それ以外の11人も強制的にルーム解散に巻き込まれ、試合終了間際の切断で、無効試合にされることもしばしばあったのでいい調整。そしてもう一つの調整も大きい。このゲームステージが5個しかないのに、なぜか宇宙が2ステージもあるため、実質ステージは3個みたいな感じ。そして皆さんお気づきだと思うんですが、実況者が実況するステージは大体この墜落跡地、落ち路カトン砲、砂漠はこのように初動山取った方が大体勝つという欠陥があり、オッケー、港湾は日本から前線が遠く、イモイモしやすいという欠陥があるためですねー。その空振り俺は見逃さねえよ。あばよとったー。なにー、仕留め損なった EGA とか。そんな中実装される新マップは地上、しかも何やら前作で好評だったマップらしいので、墜落跡地と並ぶ人気マップになりそうな見える。あらあ、味方が総裁してしまいカウンターならず、2機同時にぶった見る優秀な M カツくんマジ最高。青いぞコン EG8 にぶっ刺されるかと思いましたが、許されたまん。一回離脱からの、イフリート界の体力が少なかったのでガトシで分からせましょう。逃がしまへんでー。ダブルマシンガンで成敗いたす。イフリートがイフリートに追いかけられてますが、Y の仕事はこっち。支援機、OK。タックルを吐かせたのでもうか企画。前線が随分楽だと思ってたらごま合ってたんですね。タックルないのは知ってるぜ。私レート戦においてほとんどごま合と支援爆撃したことないんですけど、勝率がだいたい 60% ぐらいなんで、このゲーム極論で言うとごま合も支援爆撃も、必要ないんじゃないかなって思いますね。あと単純に使用上面白くないよね。特にボマーの使用が誰でも簡単に爆破できて仕掛けた側のガン待ちに売りすぎるのが面白くないと感じる。レインボーシックス得ってどうぞ。逃げられると思った。残念ガトシを侮るでない。ガトシは強いんですけど、ガトシだけばらまいてるとカットもできないし意外とダメも伸びない。ほげ。遠距離からの追撃、やるやんけー。かといって一回みたいに汎用の護衛がいても蹂躙できるような機体でもないので、ガトシに頼るけど頼りすぎずっていう友達以上恋人未満みたいな付き合い方が一番良さそうですね。ラストはドムトロとの一騎打ち、汎用でも余裕で倒せるところを見せしましょう。いやー、違うんや。なんか段差で着地硬直発生したんや。最後はやっぱりヒートロッドで締めくくりましょう。高速機動戦闘。
しかし俺には見える。最大旋回で一気に放り込むヒートロッド。これがオラフ・サッカードの力。もらっ、やめて、空気読んでー。はい、格闘、ロッド、ガトシそれぞれの強みを初心者の頃よりはかなり発揮できたかなといったところ。一回、プロガンが強すぎるだけでこの機体も悪くはないなと思いました。それでは今回はこの辺でー。